さてと、あ、ここにあった。さあ、どこや、園部まで来ましたけどね。こっから今27分ぐらいのはずなんですけど、42分発ちょっと時間あるんでね。向かいのやつかな、これかな、こっち山行くね。あ、そっか、言ってなかったか。こっからね、福知山の方に向かっていく予定ですね。もう大体ピンとくるんじゃないかな、この辺りでね。福知山遠いな。ちょっと列車の時間もあるで、意外といるか。あ、すいません、はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、こんな感じなんや、そのベンチ。何分？こっち京都方面、こっちか。9時47分、まだ20分あるもんな。ちょっと駅前見ていきましょうか。で、天の橋、こちらにね、橋立てやったっけ。あれ乗ったら、もう今頃にはついてるぐらいのあれですけどね。こんな感じなんや、緑の町。どこまで来てんだ。今日ずっと来て、今ここか。ここまでなんだ、イコが使えるのは。ここから先は使えやんね。ずっと行ったやつから月山ね。すごいなぁ。こんな感じになってんだ。結構自由自身がいっぱい来たのね。って思うんやで。復讐研磨、研ぐっていう字ですよね。多分研磨だよね。復讐検定かな、検定研磨、どっちかな。まだったらあっちか、摩擦の間になるで検定かな。で、ここのところ定食屋さんのカードや。地震が多いから、ちょっと待たずに。こんなとこホテルある、そんな名前ある、ホテルリーズナブル、よっぽどリーズナブル。こっちなんや。まだまだ出かけるんでね。あ、でも天の橋とか旅行の時はここ拠点にしちゃうっていうのも手かもしれませんね。舞鶴とかだとよ、お値段張ったりしそうですもんね。で、ここ京都医療科学大学からの、あ、結構駅前広い。ホテルリーズナブル、すごいな。その上に取ったとね。レンタサイクルとかもあるんですね。で、こっから各方面に、園部駅、園部は何、丹南市。
地名が出た。園部市ってのはないっすよね。こんな感じなんですね。園部駅、ここはやっぱ中心になってるんですね。で、各方面ね、久住とかっていうの方にも行くんだ。そうですね、丹南市役所ってなってますもんね。丹南市ですね。はあ、なるほどな。まあ交番もあってローソンもあるって感じですね。何もないのかなと思ったときは結構いろいろとありますね。あ、地図あるじゃん。やっぱ知らんところに来たときはこういうの助かるね。ここが今園部駅で、まあ綾部までも結構あるんやな。遠いな。で、オバマ方面とか湯沢川とかが走っとって、どの辺りまでそうなの？美山とかあの辺りもそうなんか。で、この辺りが園部地区なのかな？園部、日吉、美山か。で、園部の、この辺りはこんな感じか。駅の西側がこういろいろとある感じなんやな。市街地はちょっと離れたところなんかな。ちょっとそっちまで行っとる余裕はないかな。なるほどな。すごいですね。負け神社。さあ。ちょっと先を急ぎましょうか。遠いですかね、今日でぐらいかな。よいしょ。いやー、しかし遠いですね。おかしいなー。いやー、企画思いついた段階からバカバカしいなと思ってたけどな。あ、ここでまだ賞金戻ってなかんね。まだボケ続きやなあかんからな。朝の3時から何やってんだかな。で、トイレどこにあんの？あ、会社じゃないか。結構負けるんじゃって言うなよ。そこにいるか。あるか。電球しすんよ。結構ど派手にあるんや。死ぬか死ぬ。花手のりかいたか。マジ？危ねえ、明日や。今日とかそのまま東海線で前原方面行くで。はあ、前原姫路間で新快速取りやめやったや。危なっ。その人が出てきたね。気のせいか。それじゃあ福知山駅、福知山駅までね行っちゃいると思いますよ。おいな、おかしいな。そもそも愛知県って言っとったのに名鉄って言っとったのに JR 西日本乗ってるしね。まあもう元も子もねえけど、それじゃ遠いな。